勤労感謝の日にとんでもない爆弾がアニメで投下されることに気づいたみんなの反応集。この動画にはネタバレ要素が含まれます。ご覧になる際はお気をつけてご視聴ください。それではどうぞ。ボロボロの7人を登場させて来週へみたいに終わらせてくれてたけどさ、運営さん良いとしてか。来週は勤労感謝の日なんだよ。板取りからフェードアウトしていったと思ったらしっかり7人まで映してくるのも絶望したし、来週は勤労感謝の日って知ってさらにあもう運営は呪霊なんだと思いましたね。作者はどこまで行っても呪霊ってのは変わりないんだ。勤労感謝の日に7人を休ませてあげるっていうちょっと変わった優しさ出してくるなよ。来週勤労感謝の日かと思って見てたら最後にとんでもない爆弾落としていきやがった。あまりにも雑な間引きだったから、7人は死んでないだろうなと思ったけど、生きててよかった。7人こんな重傷でまだ戦おうとしてるのマジか。板取りの絶望顔とオープニングでお腹いっぱいやったのにとんでもなくボリュームあるご飯がぶっ込まれた感じ、はっきり言って最悪です。でもそれがいい。まさか最後の最後に7人出してくるとは思ってなかったし、あのまま板取りで終わらせるんやろうなと思ってたから、出すのね。って感じだった。えぐいわ。これはマジでいろんな反応見てたけど、アニメ勢はとりあえず7人が生きててよかった。って感じだったけど、原作勢はふざけんなってキレてたな。原作勢を怒りで、アニメ勢は安堵してるのおもろい。なかなかに性格悪い演出だもんな、これ。この後の展開を知ってたらそうなるのは仕方ない。これはもう特殊オープニングから最後まで制作側の思うツボって感じだったわ。悔しいね。来週メンタルもつきがしないんだけど、こっから渋谷事変は休みがないんだよね。落ち着いたと思っても次のバラが来るもんね。ああもう無理だ。来週のバラが真人と遭遇するとこまでやるだろうからさ、来週のバラも死ぬんだよね。待ってくれてことはだ。2週連続で七海のバラ死ぬんか。来週七人死ぬの確定で、来週後半でのバラの死亡が匂わせられて、そんでもってさ来週のバラ死亡？ふざけんな。もう見たくねえよ。というかこれその次の週はメカ丸と美和じゃね？マジで精神を休める場所が一瞬もなさすぎて絶望すぎるんだけど、リアタイした後会社行ける自信ない。メカ丸と美和ちゃんのとこまで休みないのか。というか渋谷事変始まった時は変な感じしてたけど、もうついにそこまで行ってしまってるのか。とんでもない。メカ丸と美和ちゃんのところは漫画で何回見ても慣れないし、泣くからマジでマコラの適応を犯してほしい。来週以降生きていける自信ない。アニメを楽しみにしてるはずなのに、どうしても来週からは見たくない自分がいる。もう無理だ。七海ロスは確実にあるだろうなぁとは思う。キムタクとか福山雅治の結婚みたいな感じで会社に行けない人出てきそうだわ。さすがにそれはないにしろ、その日1日なんなら1週間はそのまま引きずる自信はあるな。何にせよ、このペースで行ってるってことは来週はバーンするところで終わりかね。バカか、どうやってそこまで引き伸ばすんだよ。七海が改造人間いっぱい殺して、殺し終わってマヒトが七海の前へたどり合流。あとは頼みますだぞ。1話を30分まで拡大とか制作頭おかしいだろ。さすがに来週バーンで終わったらこれまで文句言わず見てきたけど文句言う自信あるわ。間延びどころの騒ぎじゃなくて草。あとは頼みます。の声もそうだし。お前は何なんだ、マヒトも今週の板取り見た後だから期待値高いよな。ブチギレてる板取り聞けるの楽しみすぎる。マヒトのあの揚々と人をバカにした感じと板取りの怒りの温度差がマジで呪いと人が向き合ってる感じで最高に好きだから早く見たいよね。死ねとか自分ばっかりとかえのきくんの演技力が死ぬほど高かった今週なので、来週はもっとすごいのを見せてくれそうで期待しかない。というか冷静に考えたらこのペースでいくと来週開始の段階でもうバーンよな。待ってえぐい、耐えれない。7人が生きててよかったって言ってる人たちは来週までルンルンで生きてるんだろうなと思うと制作陣は悪いなぁって思うわ。
最後にナナミを出してくる意味が原作勢とアニメ勢ではまるで受け取り方が違うからね。伏黒が翔子さんのいる場所目指してたし、ナナミンもそこへ行けば助かると思ってる人いそうよな。実際翔子さんのいる場所にナナミンが行けてたら助かったのかなって考えるけど、助かってなさそうなんだよな。あの運命は逃れられないね。パパグロにボッコボコにされたイノさんが顔面元通りで人材魔境で復活してるから助かると思うぞ。やけどは仕方ないにしろ、新田の弟がいたらさらに安全。渋谷事変こっから休みないって聞いてたけど、マジでいろいろ見てたら休みなさそうで、きついネタバレ問題ないぜ。休みどころかここから死ぬほど加速していって視聴者も精神ぶっ壊されるからね。もうどうしようもないよ。東道で救いがあるくらいだな。なんか全部別ベクトルで追い込んでくるような鬱展開なのは間違いないけど、それぞれが全く違う鬱の感情になるからすごいんよね。あとは頼みますで始まり悪くなかったに続いて幸せになってくれか。もうどうしようもないって辛いよ。あとは頼みます幸せになってくれってこう願いをかけた言葉をみんな送ってる中で、のばらだけ悪くなかったって振り返りなの。マジで圧倒的にのばらって感じで好きだわ。悪くなかった幸せになってくれ、あとは頼みます。マジでこのセリフは放送後一生頭から離れなくなる。文字通り呪いとして刻まれそうだわ。特殊オープニングの歌詞に合わせて崩壊した渋谷とかいろんなところを映していくのがまたエグいなって思いながら見てた。ミミナナのところもちゃんと歌詞にはめてるのすごいけど、首ちょんぱ土下座で死んでるのやっぱグロいって。ナナミンのこの傷って15に燃やされてついたやつよね。あんだけ絶望的な状況やったのに、よく助かったな。ナオビトが助からなかった理由がわからんけど、ナオビトは受けてるダメージが人より多い状態でさらに燃やされる量も人より多いからね。そりゃ死ぬよ。まああの時点では死んでなかったらしいけど、片腕失うダメージを負った上にさらにダブル方向から集中砲火されるのと、ただ燃やされるだけならそやダメージが全然違うよな。ナオビトのあれは死ぬの仕方ない。誰かに体重も五条について最速の術師とか言われてて、くっそ笑ったわ。確かになと思った。ナナミンが生きてるのはまだいいにしても、確かマキもこの後生きてたよね。なんで死ななかったんだ。マキは単純に肉体の強度がフィジギフのおかげでクソ高いから死ななかっただけ。ナナミンは自力で耐え抜いた。結局ナナミンは最強なんだよな。マキが生きてたことに関してはつくもも言ってたけど、本来の肉体の強度がそもそも高かったからなんとか生還できたって言ってたよね。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。